建築士の頑張らない英会話おはようございます英語がわかる一級建築士の太郎ですこのチャンネルでは建築、海外、英語、笑いの世界をメインにリルーク配信していきます今回が第33回目になります今回のテーマは海外、フィリピンですねをテーマにしましてフィリピン人の誕生日 えー、誕生者がまるしないといけないということをテーマに話をします。えー、誕生者っていうとですね、祝われる。日本で言うとですね、まあ、他の国でもそうかもしれませんが、うん祝、祝われる。うん。おめでとう。誕生日おめでとう。ハッピーバースデーなんですけど、フィリピンはですね、誕生者が祝わないといけないんですよ。祝わないといけないというか、 うーまあ、祝ってはもらえるんですけどおごちそうをね自分で振る舞わないといけないんですよ、えーまあ、自分で振る舞うって、まあ、作ったりするわけではないんですけど自分でね、えー、どこか大きいケーキを買ってきたりとかですねいろんな料理を仕入れてきたりとかして、えー、みんな目どうぞ召し上がれっていう感じでですね自分で誕生者があお金を出して えー、用意していかないといけないと。そういう感じなんですね。まあ、それは、あの、ローカルのスタッフ、イピン人同士だけではなくてですね、えー、我々日本人があ駐在で仕事に行った時も、えー、まずは誕生日を聞かれるんですよ。<laughs> 誕生日を聞かれるんですけど、その誕生日を言った日本人はね、もう餌食ですよね。えー、格好の餌食ですよ。ね。<laughs> もうね、 ハッピーバースデーっつってみんなで囲んでですね、えー、まだかまだかとね、えー、ピザ買ってこいだのパンシットってあの焼きそばみたいなやつがあるんですあれを買ってこいだのね、えー、<laughs> あとねお祝い事にはレチョンっていうね、えー、小豚の こう丸焼きが結構有名なんですけどもうそれも結構するんですよ値段がね、うん、そんなをねお祝いの時には用意するから自分たちねローカルのスタッフフィリピン人の時はね、えー、自分たちでは用意しないのに、えー、日本人がね誕生日っていうことでそうするとね寄ってくるんですよね <laughs> う<ん>まああのーまあ、貧困さっていうのも大きい 格差が、ね、ある国なんで、まあ、比較的裕福な暮らしをしているウィーヴン人はやっぱりそういったことはできるんですけど、まあ、大体がそうじゃないので、うん、やっぱりね、うん、そういう文化はあるもののなかなかね豪勢、えー、に振る舞う人もいれば振る舞えない人もいる振る舞えない人の方が多いのでやっぱりねお金を持っている日本人のところにね、えー、来るわけですよ。 で私はね、えー、太郎はね、誕生日をね、ずっと言わなかったんですよ、それを知ってたから。<laughs> でも最後の最後でね、ちょっと、どっからか情報が漏れてですね、うー最後の、まあ、5年半いたんで、最後の2年ぐらいはね、うん、結構ね、振る舞って。 ではいたんですよピザ買って、その、まあ、レチョーンも買った時もありましてね、うん、そういう風にして、えー、まあね、うん、そういうのも毎、毎回じゃないんで、あくまで1年に1回なんでね、うんまあ、フィリピン人たちとスタッフたちと仲良くするっていうことを考えれば、えー、まあいいんですけどね、うん。<laughs> ということで、えー、誕生日ね。 えー、誕生日を言うとお誕生日に、えー、お金を誕生者が払わないといけないということになりますので注意してくださいそれでは、えー、この辺で終わりたいと思います、えー、今日は昨日の、ねえー、ちょっと夜の配信をうっかり忘れていたので、えー、朝の配信となりました とということで、最後まで聞いていただいてありがとうございます聞いていて面白かったためになったと思ったらいいねやコメントをいただけると大変嬉しいですそれではまた、えー、本日も気楽に行きましょう